それでは続いてグリップの長さの挑戦になります。グリップの長さというと、自分で変えられると非常に不思議に感じられるかもしれませんが、非常に簡単な作業になりますので、ぜひ作業工程だけ、確認してください。まず、リプレースグリップですね。もちろんオーバーテープ等と巻いていただければそれも含めてですが、グリップテープを剥がしていただきます。で、この時の注意点なんですが、ここの一番上を止めている、ビニールテープの部分というのはできるだけ再生したいと思いますので、ちょっとここ端っこから丁寧に剥がしていただいて、できるだけ取っておいていただきたいと思います。で、リプレースグリップの巻き替えってなかなか皆さんご自身でやられる方少ないかもしれませんが、オーバーテープと同じです。このようにテープを剥がしていただいて、続いてリプレースグリップ、他の一般的なラケットに比べて非常に実は構造的に剥がしやすい、内部、の素材になってますので、慌てずに、確実に、剥がしていただければ、これも一気にビリビリといくよりはこうラケットの方を回しながら、均一な力で剥がしていきますと、グリップテープ自体にも、フレームにも負担をかけずに剥がれますので、その点だけちょっと注意していただいて、まずは全部を剥がし切ってください。このように剥がしました。そうするとこのように、パレットと、言いますけれども八角形の形をした成形されたものが現れます。姿を現します。これを今度は外していただきます。でその際に、いろいろパーツをなくしてしまう可能性もありますので、その点だけ注意していただいて、では作業を始めます。グリップを2つに貝を開けるような形でパカッと開けていただきます。これが上面、下面と両方ありますけれども、その際に、こちらも後ほど説明しますが、このチップ、これも交換できるんですが、ここも外せますので、この3つを取り分けていただいて、このような、裸のむき出した状態にします。で、従来のラケットと大きな違うポイントというのがフレームそのもののここにちょっとこうギア状の、引っかかる部分というのが設けてあります。ここがグリップは、しっかり固定するための鍵となりますので、こちらがあることと、もしくは内部に汚れ砂等が入っていたらそこだけきれいにしていただいて、長さを合わせます。その際にこちら、スペーサーリングというものが、パーツ、3つ、最大で、使用可能になっています。それぞれが5ミリの、幅になって厚みになってますので、これを1つ加えると5ミリアップ、2つ加えると1センチアップ、3つ加えると1.5センチアップというところになりますので、これはそれぞれお好みに応じて使用してください。今回1センチアップで、要は2つリングを使う形で、調整しています。このように裸にしたものに対して1センチなので、まず1つ、こちらをお尻からグリップの後ろから一番上のこの継ぎ目のところまでしっかり押し上げていただきます。でもう1つ、特に向きはありませんのでここをしっかり上まで上げて、一番上まで止まるところまで上げていただいて固定させます。今2つつきました。これで1センチのアップになります。先ほどはこの位置までこのパレットが、重なっていたんですけれども、今度はそのリングのついた一番下のところに合わせてそのまま上にしっかりとかぶせていただきます。そうするとこのグリップ内部の、ギアと噛み合う部分がちょうどフレーム側のこのギアの部分としっかりと噛み合います。これでずれなくなりますので、そのずれない状態を確認していただきます。反対側から見るとこのように2センチ伸びた状態が確認できると思います。でそれを反対側も同じように合わせていただくんですが、その際に、先ほどのエンドの、マークですね、チップを、しっかりはめていただきます。これの上下ですね、上下じゃあどちらに合わせればいいのという時の目安が、ヘッドのラケット、ここにヘッドというフレームの内側にロゴが入っています。
これが、縦に普通に読める方向を上にして、そちらに、このマークの上の部分を同じ向きに合わせて、もらえると、ここは正確になります。このヘッドとこの向きが同じになればいいので、そしてそこに、上から同じようにこれ合わせて、はめてもらうという作業になります。最後に、これに対して先ほど話したグリップテープを、巻きつけてもらいます。一番端っこにしっかり合わせながら、まず1周目をしっかり巻いてもらいます。1周目を巻いてもらいます。この時点で重なり、ポイントまで、まず1周してきたらばですね、1周してきたらばそこから、あるゾーンを持って徐々に下に行きます。ここはこう太さに差が出ますので、新しいグリップの時なんかはなおさらなんですが、ちょっとここは他の部分よりも強めに引っ張ってもらうことと、右手で、左利きの方は逆になりますが、ここを、こっちを引っ張りながらこっちで巻いていくと実はちょっと太さにばらつきが出る可能性がありますので、ちょっと見ていただきたいんですが、右手にはある程度の力をかけます。それに対してこの反対側の手、私の場合左手を手持っているラケットをくるくる回してもらう。そうするとある程度均一の力がかかったままになるので、グリップテープの太さにムラが出ませんので、かなりこう均一に、巻いていただけます。で、端っこまで来ましたらば、同じく先ほど話したこれがちょっとこちらのテープが、もうかなり粘着力がなくなってしまったら、市販の絶縁テープ等でも構わないので、しっかりと端っこのところは留めていただきたいと思います。で、これも同じです。左手、端っこを押さえて、半分ぐらいずつ重ねながらしっかりと最後まで巻きつけていただいて、特にお尻の部分、最後の部分っていうのをちょっと圧着しないと、そこから剥がれてきてしまいますので、そのようにしますと、最終的にこのように巻き上がった状態になります。で、ここリングの分だけ長くなりまして、これによって1センチほど長くなって、比較をするとこの部分お分かりになりますでしょうか。1センチ、長いラケットがこれで完成です。長さの調整、これにつきましてはやはり、ラケットのスペックそのものに大きな影響を与えます。皆さんこの、5ミリ長くする、1センチ長くすることによって、より重くなった方が大変なんじゃないと思うような方多いかと思うんですが、実はラケット側からするとそうではありません。長さの方がラケットのパワーにより大きな影響を与えます。参考までにこちらの表で、見ていただきたいんですが、こちらがベースラケットノーマルな状態ですね。長さが27インチ、それに対して、ここが、それぞれ5ミリずつ長くした4段階の数字になります。ノーマルの時スイングウェイト、いわゆるラケットのパワーと直結する数字になりますけれど275という設定になっています。それに対して、5ミリ長くなることによって数字が284、数字で9という、アップをします。さらに1センチ長くすると、293、さらに9上がりますね。1.5 センチ長くすると302というところへの変化になります。ちょっと参考までに比較してほしいのが、先ほど 5g の、グロメットセット、要は 5g 重くなりました。その変化っていうのは、ノーマルの275に対して285、 5g 重くなってバランスが頭にいっても、そこまでの変化なんですが、実は 5mm 長くしただけでほとんどそれと同じぐらいの数字まで上がります。それだけラケット、いわゆるボール、支点、グリップを握っているところから先までの距離が長くなることによって、ボールに伝わる影響、パワーというのは非常に高くはなる反面、当然その分だけ、振った時の重さを若干、感じてくるようになりますので、そこは自分のプレースタイルとのバランスを、考えていただきたいと思います。